カンボジアのバタンバンの駅に来ております。でちょっといきなり入ってきまして、なんかアナウンスをしてるんですけど、このアナウンスは何なんでしょう。なんだこのアナウンスは違いますね。これコミュニティのアナウンスですね。でポイペトからプノンペンまでは火曜日の、運行になります。そういう運行で、現在ですねまだですね正式な、スケジュールがまだ決まっていないんですけれども、現行はそのようになっているようです。そうか、まあ、詳しい情報は、取れそうにないんですけれども、今日ねスケジュール通りでは実際にプノンペンからポイペトまで、走る予定だったんですけども、今駅にいる人、これ守衛さんだと思うんだけど、守衛のおばさんですねに確認したらですね、もうすでに行ってしまったと。で、スケジュールが変更になって、昨日日曜日に、プノンペンからポイペトに行きましたと。で月曜日、今日ですね、今日、ポイペトからプノンペンに行って、今日の朝、もうすでに行ってしまいましたということで、今駅はガラガラです。カンボジア語と英語があって、ロイヤルレールウェイで The park of the park、うん、ちょっとおかしい、ちょっと英語も一部おかしいところがあるんですけども、プノンペンを6時半ですね出発で、ここがバタンバンが、これ17時15分、あれこれか、バタンバン17時15分ですね。それでポイペトが21時半ということなので、約500キロの距離を、15時間かかって走るというスケジュールです。非常に遅い、バスより遅い。それから帰りなんですけれども、帰りもポイペトを、6時半スタートで、ここバタンバンが、10時35分、それからプノンペンが21時30分。行きと帰りは基本的に同じ時間に出発して同じ時間に到着という感じです。でリザベーションがありますね、078-888-58、ね、これはどこなんでしょう。あ、またですね、変わっております。で今乗ると、タダで乗れるという、おまけがついているんですけど、それは以前からその話を聞いてまして、以前の話だと10月30日まで、フリーという話は聞きましたが、これ今の、最新の情報だと12月31日、今年ですね、年末までフリーなんだそうです。人は乗ってないんでしょうかね、このまあ、私みたいなもの好き以外は乗らないような、列車なのかもしれません、はい。でですね、ここに何かインフォメーションとか書いてあるんだけど、ザあ、ここにありますね、ザイラインイズイーシーセカンドアンドイーシーサード、タイムが何だ、カムトゥバッタンバンが16時、フロムプノンペンとセーリーサオパンだからシソポンですね。22日はシソポン行きで、バタンバンを通過するのが16時ということで、なるほど、なんかスケジュール通りには OK、 ソーリー、スケジュール通りには全然運行されていないようです。これは難しいですね。ただし予約がここでできるんで、これはちょっとチェックしておきましょう。というわけでですね、ちょっととりあえずですね、次の予定があるんで、ここはひとまずおさらばして、また後で行きようと思います。バタンバンの駅、時計は朝の8時のまま、朝か夜か知らないけど8時のまま止まっております。じゃあとりあえず以上です。さて、バタンバンの、鉄道駅に再びやってまいりました。こちらになります。こちらです。ということで、先ほどですね、子供はもうプールに入りたいということで一度ホテルに返したんですけれども、もう夕方でそろそろシャッターが閉まってしまうんじゃないかということで、もう一度こちらを訪れております。というわけで駅前にはですね、たむろしている人たちがいて、私をなんか見てるんですけれども、いやーこんにちはという感じです。ちょっとこの見てみます。
いいな。というわけで駅の方に入っていきたいと思います。でこのように駅はガランドで、この人たち何をやってるんでしょうね。あ、というわけで駅よりはカップリーカップタンマーライダーさん、おー、あ、なるほどですね。お坊さんの獅子をやってますね。こんにちは、どうというふうに。でこちらがですねチケット売り場なんですけれども、ちょっとなんかお掃除が全然されてなくて、なんかそうやな、なんか戦後はそのまま、要するにカンボジアの内戦時代ですね、1970年代、そして1980年代の、ベトナム侵攻、それからなんか ほとんど手を入れてないような感じもするんですけれども、どうなんでしょうか。うわあ、なんかこういうのを見るとなんか駅舎なのか監獄なのかちょっとよくわからない。というのこのように建設用の道具が転がっていて、いやーちょっとなんか戦後カンボジアがまだ残っているような感じなんだけど、いやこれでももう駅として使ってるんだからな。こっちはどう？いやちょっとで奥の方にですね、なんか事務所みたいなのちょっとこっからは見えないか、ちょっと見えないですね。埃をかぶった事務所がなんかそのままあるといったような感じです。あ、でもここはね扇風機が動いてまして、ちょっとえ、yes, yes. あ、ちょっとここになんか誰かいましたね。ちょっとやめとこう。なんかハンモックで寝てる人がいたんで OK, I got to there。 でここにもねハンモックで寝てる人がいまして、いやそれからロイヤルレールウェイの看板、これはなんだ、これ発泡車なのかな、これってね保線用の乗り物なのかどうかわかんないけど、この人たちは何をやってるのかなというか、よくわかんないです。ちょっと見せてもらいましょうか。もうキックバイディずっと言ってね、私も挨拶とか忘れちゃったんで、いやこれはやっぱりディーゼルエンジンですね。ということで一応ディーゼルエンジンはこれ三菱だから、これって日本製なのという感じで見ております。ハマライユカハロー。でこれ多分エンジニアの方だと思うんだけど、ベアリングを直してますね、このように。ほらなんか手作りっぽいところがすごくいいんだけど、ちょっとハサミで切って、ちょっと大きさがちょっとまだ合わないみたいですね。これはシールをしてるんでしょうか。こんにちは、こんにちは。というわけでやっぱ人生いろいろ各国によって人生が異なります。でこちらから見ると一応なんかね点滅はしてるんで、なんか一応動くことは動くんでしょう。いやーこれはこんな感じの乗り物、これってディーゼル機関車なんだけど、これってメーカーどこなのかな。ちょっとねメーカーをね今探してるんですけども、 RR420 ということで、いやーこれはちょっとあんまり手がかりになるようなものがないですね。ただ三菱のエンジンっていうのは分かったんだけれども、そこから先が分からない。ちょっと歩いてみましょう。ここにだけいてもしょうがない。でちょっと駅舎の方ですね、裏側からちょっと覗いてみましょうか。私カンボジアの電車っていうのは、まあ、電車はね列車っていうのはまあ乗ったことないんだけれども、 なぜか駅舎の方は、ポイペとか、ポイペとは見たし、それから今日ここバタンバンは見るという、それからバンブートレインにも乗ったし、なんかちゃんとした列車には乗ったことないんだけれども、こういうところに来る機会は増えました。というわけでまあ
それだけまともに列車が走ってないということなんでしょう。乗りたくても乗れないカンボジア王立鉄道というのが今の現状なのかもしれません。まあ、一応バタンバンなんで、なんか大きな整備工場みたいなのがあってしかりの場所であるとは思いますが、どんな風になってるんでしょうね。というわけで、こっちがね、どっちも、北から南の方を向いている感じなのかな。駅の中から、駅というかプラットフォームの方から、南の方を向いている感じが、こんな感じの駅舎です。まあ、それにしてもなんか公共放送がもうずっとうるさいうるさいって感じで、この辺に住んでる人はたまったもんじゃないでしょうね。かなり古めかしい。これは引き込み線でもうないですね。線が引き込まれてないけども、一応列車は通れるようには以前なっていたような跡があります。こっちちょっと西日がきつくて見えるかどうかわかんないけど、でホームも結構長いんですよね。まともに雑草は生えてるんだけども、ホームは長くて、それからこっち、ここにもなんか廃墟になった建物の跡がありまして、あ、でちょっとですね、気がついたのは、この枕木なんですけども、これは中国製ということです。なるほど、中国製なのか、なんとか読めない、読めないけれども、一番最後は車両の量というような気がするんですけど、どうなんだろう。カンボジアで作って、でもこのくらいコンクリートはカンボジアで作れるような気はするんですけどね。コンクリートの生産もしているはずだから大丈夫だとは思うんですけども、こちらがですね、廃墟になった使われていない建物で、これも国鉄の建物なんでしょうかね。王立鉄道か、国鉄呼んじゃダメなんでしょうかね。というわけで、そうですね、一応ちょっとしたスラム街にはなって、街というのはスラムにはなっている状況ですね。人が住んでる状況があります。というふうに、屋根があればどこでも住める、暖かい東南アジアで、焚き火もできます。でこちらの方に行ってみましょう。これは一応バーコードがついてるんで新しいものですね。でこれを見ると、なんかこれだけではちょっとわからないです。なんか下になんか書いてあるな。向こうが以前のもの、取り外したものと考えるのがいいんじゃないでしょうか。なんかきゃーっとね。でこちらになんか倉庫みたいになってるんだけど、これはこれも古いものですね。なんとかカンボジアカンパニーリミテッドという看板が見えます。でこちらもですね、引き込み線があったんだけども、なんかここはもう泥で埋まっちゃっておりまして、で一応入れないようにはしてます。ただ奥の方にですね、なんだろう、あれはショベルカーかなんかなのかな。あれはレールの上、ちょっとね、光の関係でよくは見えないんですけど、これズームで見えるかな。そうか、あ、一応レールの上を走る乗り物ですね。ちょっと光の加減でちょっと肉眼ではちょっと見づらいんですけど、一応レールの上を走る乗り物ではあります。それからバイクとかも置いてあるんで、今でも人が出入りしている場所です。と言ってそんなことをしてたら人が右にいたんだけども、よかったのかな、こんなところ撮っていて。というわけで、でここにですね、給水塔、これは機
関車用だと思うんですけども給水塔があります。で、ここのレールを見るとね、これコンクリートじゃないんだよね、どう見ても。ということはそうなのか、これ鉄ですね。枕木は鉄、ここ。へえ、鉄の枕木。そうなんだ。ほんでちゃんと完全にバラストの下に埋めちゃってますね。で、この人たち、ちょっと写真撮っていいのかな。で、この人たちなんかここで写真を撮ってるんだけど、女性の方が。あ、というふうに、こんな感じで。なんか写真撮影をしておりました。でここまで来ると今度はコンクリートになりまして、ここがポイントですね。ポイントがありまして、あ、なるほどね。一応やっぱり中国の資本が入っているというのが分かります。そっか、それとかこれもチャイナですね。で、私が知る限りは、ここの、この西線ですね、カンボジア王立鉄道西線の、というかカンボジア王立鉄道の整備は、オーストラリアの援助、それから、ODA かな、 ODA で賄われているという話は聞いたことがありますが、じゃあどこが、なんていうのか、実際に手がけているかというと、これを見る限りはなんか中国っぽいような気はします。いや、まだまだ写真撮影は終わらないようです。で、子供たちは木陰でのんびりと、やっぱこういうところは風通しがいいんで、そういう意味では気持ちいいんでしょうね。うん、面白いね。あんまりジロジロ見るのをやめましょう。まあこちらも鉄道の敷地内だと思うんだけれども、まあ生活の場になっておりますね。子供の遊び場になっております。で、これは多分貨物か何かの廃車されて、なんか捨てられている車両なのかな。まあそういうところが子供の遊び場になっていたりします。で、こちらもまた、これは焚き火なのか自然発火なのかよく分かるんだけど、ゴミ捨て場ですね、これは。そうか、まあ、広場なんでゴミを捨てるところがあるので、ゴミを捨てましょうということです。こんな感じじゃないでしょうかね。で、今ですね、踏切じゃないや、レールの上というのか、レールのところに落ちていたんだけども、これは、2036、なんか、切符のような気がするんですけども、ちょっと字が読めないので、なんとも言えません。真ん中に穴が開いていて、なんか紐を通すのか、何なのかよくわからないけど、そんなものがありました。Đó xa ấy, em đang còn dây tham mấy đào bán trên giấy. Còn màu bên nào nữa? Còn màu bắt bóng từ bồi bài tờ, bên tay còn trong thọt đó. Mấy con thang còn trong thọt lúc này nhà. Nó ngay nên nhầm bọt chôn tỏi quạt ấy, nhầm bọt chết đạp và đào bắt bàn nữa. Đang còn dây tham mấy. Mà hai đứa con thông thoát là một con đánh hai đứa 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 con. というわけでですね、ちょっと一度過ぎてしまったんですけれども、シーソポンのレールウェイステーションの方にこれから向かいます。今横からは入れなかったんですよね、車、ね、大きな車が1台止まっていて、それで正面の方から、駅の方に向かっていきます。 OK、 Yes, 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 Thank you, Okon.
というわけで、ちょっとこの運転手さんね、英語も、タイ語もできない人で、今、電話をしてタイ語のできる、人にちょっと代わってもらって、そこでやっと意思が通じました。いや、いいですね、携帯電話とか。このようにしていろいろとコミュニケーションを図る。これがですね、シソポンの、駅になります。おー、ほう、ほう、ちょっと。で、今日はね、ちょうど火曜日、時刻表を見る限りは火曜日、週に火曜日だけ、電車が、週に火曜日だけ列車が走ってないと。ここと、ポイペトの間はね、列車を走ってるみたいで、1日に3便、3往復してるんだそうです。これはおそらく、これプノンペンからのやつですよ。プノンペンから、ポイペト、ポイペトプノンペンという看板かな。ちょっと私、カンボジア語は読めないんだけども、こんな感じです。それで中に入りますね。カプタディカプ。で、中はこんな感じで結構。おぉ。ちょっとね、これずっとカメラ、ちょっとだけズームになった。カメラがちょっとズームというか、広角じゃないんで、こういうところを撮るには、ちょっとなんか書いてあります。私には全く読めません。7時 AM。多分、これ、ポイペトから来て、ポイペトを6時半に出て、ここに7時っていう意味じゃないのかなと勝手に推測しております。なんだこれは。これカニですね。さっきの女の人がいて。そうか、さっきの女の子が持っていたカニです。これはちょっとご飯になるようです。なるほど。ここはちょっとちっちゃな駅だな。まあそれでもきちんと対比線があります。こんな感じでひょーっということで、これがシソポン、バンテンミーチェイかな。ちょっとね、発音が私もしっかり覚えてなかったんで、バンテンミーチェイ州の州都の、駅になります。こんな感じ。いやー、でもなんかカンボジアの駅っていうのはなんか暗いイメージがどこにもついて回ってますね。ここも昔の建物をなんかもう一度色を塗り直したような感じもするんですけども、なんか本当に冴えない建物ではあります。こんな感じでぎゅーっと、でこのそうですね、レールを挟んで反対側には集落と、そんな感じのところです。じゃ戻りましょう。ユージ、これは何だ。これって、これあ、そうなの。あ、そっかそっか、そうだね。これはあれですね、あのポイントのところの動かすやつ、鍵がかかっていますね。これはポイントを動かすときには鍵を外してやるのかな。そんなかそうなの？バンキーだわ、どうしようか。なんか、まあいいや、それは。というわけで。いやー、なんか、こういう、なんか、私個人のイメージだけなのかもしれないけれども、駅なのか、監獄なのか、収容所なのか、よくわからない。あ、一応ですね、防犯カメラはついてるな。なんて書いてあるんだろう。シソポンって書いてあるのかな。シソポンレールウェイステーション。ちょっと勝手に言ってますけども、こんな感じなんでしょう。駅前はですね、まあこんな感じなんですけれども、駅前に雑貨屋さんが1軒、そしてこっちに1軒ありまして、子供たちが今遊んでる状況です。で、この人たちは学校に行かないのかな。ハロー、ロングリー、パッ、毎杯ロングリーなんだよ。こっちは小っちゃい子供とお姉さんなのかな、そういう人なのかな。というわけで、いや、学校行かないんでしょうかね。OK、OK。学校行かないのかよ。学校は、Go to school, buy ロングリーやルパンをは。というわけで、
ちょっと短い滞在でしたけども、シソポンの駅が見れたのがちょっと嬉しかったですね。